はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。では今回もサブクエをやっていきたいと思います。いつの間にか1個増えてるしっていう。じゃあナンバー3ですね。イーゲルとの決戦、コロニーキューブ第1区居住区でイーゲルが暴れているとの情報が入った。どうやらターン A との決戦を望んでいるようだとのことで、もうターン A はすでに入れてあります。これは僕が行くしかないなということで、ではコロニーキューブですね。懐かしいな、第1区か。ほいっと、間違えた。あ、いいのか、第1区だからの。どこ、またちょっと探さないといけないの。あー、どこだ、なんか、あ、ある、マップに目的地が記されてますね。てかこいつらもう雑魚だからあんま戦いたくないんだけど。こっちから行けるか。あ、行けるな。ちょっとアイテムで、アクティブクロークを使いましょう。もうめんどくさいから。アクティブクローク減ってきたな。ノーエンカウント。このまま行けば結構早く行けんな。やっぱり敵が出ないってすごいですね。こっと、こんなところで何をしている。お、ターン A か、来てくれたか。来てくれた、どういうことです。イーゲルを止めてくれるんだろう。え、この依頼主はあなたたちだったんですか。マジか。ははは、悪いな、黙っててけど俺たちも手に負えないんだ。イーゲルがあんたにご就寝でさ。僕に黒歴史の嫌な記憶が頭の中にあるんだってさ。頼むから相手してやってくれよ。そしたら落ち着くかもしれねえし。そんなことで僕を、いいのかい。あれを放っておいたらキューブの一般市民が犠牲になっちまうぜ。しょうがないな。で、どこにいるんです。ガンダム、この声は。じゃあよろしく頼んだぜ。お、黒歴史が匂ってきやがった。イーゲル、僕が相手をする。だから暴れるのはやめるんだ。出てきたな、白ひげのガンダム。たっぷり遊んでやるぜ。で、こいつはどんなんだっけ。もう忘れた。一応カプル使おう。で、トランザムじゃなくてツインドライブのバイオセンサーで、こいつはここで攻撃するか。あ、敵単体に射撃を低い命中率で放ちます。低い命中率か。気がさやさしかないな。あ、なんか見えたね、今弱点っぽいのが。おっと、お、自己修復機能がある、すげえ。なんか使おう。で、GN バスターソード、ベースバー。こいつはギガスライサー切るんだか。かわされたか。ライジングガンダムで回復しましょう。んー、これが結構うっとしいな。いつになっても使えない。おお、これでカプルが切れたから、もう一回カプルを
いつか。こいつなんかある、ウルトラシールド。エネルギー防御力か。こいつエネルギー使うって感じでもないからな。速度下がるかな。くらえ。いってラッシュかけよう。ターン A コンボ、ライザーソード、ベースバー、なんちゃら。一気に突破するぞ。こんなところにノコノコ来るから抵抗するんじゃない、行っちゃえよ。このまま行くぞ。まだだ。なんと、これミスることあんのかな。これ以上やらせてたまるか。この世界に神はいない。神ではなく俺たちがやるんだ。ドランザネライザなければならない。世界はこんなにも簡単だということ。おお、つえやったのかだ。ははガンダムってのはそれぐらい強くねえとな。なんて執念なんだ。息の根を止めてやる。どうしてそこまでガンダムに。頭のどこかにこびりついてるんだよ。お前にコケにされた記憶がな。うわぁ、はっは、叩き潰してやるぜガンダム。うわぁ、あー、これやばいな。あなた方も協力してください。イーゲルを止めないと。いやもう無理だろう。そんな、そうだターン A さんよ、あんたやられたふりしてくんねえか。そうしやイーゲルの気も済むだろう。そんなことうまくいくんですか。どうしたどうした、そろそろ蹴りをつけてやるぜ。しょうがない。ウォーリアー、終わりだガンダム。うわーやられたー。ん？はあ、お前はよ、いちゃいけねえんだ。これでやっと亡霊から解放されたぜ。天の階段、天の幼虫。どうやら思いを遂げてくれたようだな。こんなことでよかったんでしょうか。いいのいいの、ありがとよ。じゃあな。終わった。じゃあ報告に行きましょう。はい、ということでイーゲルとの決戦も終わったので、今回のサブクエストはこれで終了します。